大変長らくお待たせいたしました。ただいまより坂本龍馬像除幕奉納式を開式させていただきます。まずはじめに本日の主催者であります正福寺に坂本龍馬像を建立する会会長柴崎義弘よりご挨拶申し上げます。まずですね、本日なんですけども、今の社会情勢の中でですね、どういう開催にしようかということを、悩むしたんですけれども、今の全国の状況を見て、外でもありますし、ぜひお呼びしようということで、でただですね、この奉納に、ご参加いただいた方にですね、直接ご案内するということで、一般の方にはですね、案内しなかったんですけれども、全国から、奉納者の方、ご賛同いただき、ご賛同いただきありがとうございました。それから、人はじめ、ご来賓の方とまたご賛同いただきありがとうございました。ちょっと頭の中をですね、30年ぐらいちょっと遡ってお聞き願いたいと思うんですが、今日今から奉納するこの銅像は、山崎和邦先生の制作ですが、ご存知の方が多いと思いますけども、先生は風頭の坂本龍馬像の制作者です。で、平成元年に建立しまして、そういう建立運動に私たちが携わったわけですけども、昨年30周年を迎えました。で、30周年の準備をしている時にですね、残念ながら先生は3年前にですね、平成30年に亡くなられていたわけです。でもう準備に向けてですね、いろんなことを先生とも打ち合わせながら、先生の方もですね、自分 の30周年のですね、作品個展をですね、準備されていたわけですね。そういうことをもう常に毎日のように打ち合わせた中で亡くなられたわけですね。でその時に、アトリエにですね、たくさんの銅像が残されたわけで、息子さんがですね、ご長男がフランス在住の、画家なんですね。でその方と一緒に勤務してたんですけども、急遽亡くなられて、息子さんにですね、先生がいくらも本当に遺言でももうきっとしたものではないですけども、アトリエに残された銅像をよろしく頼むというふうに伝えられたんですね。でそれをもう、今一緒に、ご長男と二人で私も準備してたので、すぐそれを聞いて、ご長男はフランス在住なので、なかなか時間がないということで、もう急いでそのアトリエに、ご整理をしました。でその中で今日ご披露いただくですね、坂本龍馬の半身像が見せられたわけですね。でそれをやっぱり、水産と言いますけども、ご長男がよろしくということで、そういうのを伝えられて、それで、細かい話はまた銅像の紹介とか、なぜここに建てるかとかはですね、また紹介させていただきたいと思いますが、そういう経緯があって、で、私も長崎龍馬会に所属しますので、龍馬会の中でも検討して、ゆかりの地、この正福寺がふさわしいだろうということで、奉納しようということになったんですね。で、そういうことを、もちろん正福寺 の修復関係の方にも相談提案しまして、賛同いただいて、両方の、メンバーが一つの共有、混入する会を結成して、始めたんです。で30年前はですね、建立資金を集めるのに街頭募金とかですね、企業回りとかをしたんですけども、今こういう状況でもあるし、スタッフもですね、人数も少ないし、そんなに当時の若くもないしということで、今盛んに使われているクラウドファンディングという方法を、利用しました。これは非常にですね、
お互い会わなくても、そういう試験ができるということで、非常にまあ、便利であったかなと思います。ただクラウドファンディングだけではですね、期間も限られているし、からそういうのはやっぱり苦手だという人もいるので、まあ、普通の講座も用意してですね、両方で集めました。で、クラウドファンディングはもう50万ということだったんですけど、それを超えることもできて、まだ、他の人も利用して、120万ぐらいの人が集まりまして、まあ、ここに本日迎えています。で、堂々の政策の方もですね、非常に期間はなかったんですけども、いろいろ検討してですね、これがもう綱渡りのようで、実は今からご披露いただきますけども、台座は御影石でできておりますが、これが調達がですね、輸入品なんですね。中国産でまあ、いいものなんですが、到着が1ヶ月ぐらい遅れまして、予定よりで着いたのが先週11月5日に着いて、そこから制作を始めてですね、先週じゃないですね、10日くらい前に始めてですね、もうギリギリ間に合った。それから、同じ合わせて説明版も今回、制作したんですけど、これも、ここに届いたのがおとといかというふうに、もうギリギリのところです。で、なぜ急いだかというのはですね、実はもう一つ、今日11月15日が、ヨーマーの、まあ、誕生日であり命日ということで、まあ、ぜひこの日に訪問したいということもあってですね、まあ、間に合って非常に良かったなと思っています。で、銅像のこととか、それから小福井のことですね、城浜の事件のことはまた後ほど説明させていただきたいと思います。で、まずはご来賓のご挨拶いただいて、訪問に移りたいと思います。で、皆さんもですね、奉納者でありますので、一緒の気持ちでですね、まあ、ご参加いただきたいと思います。それから多くの方にご賛同いただいているんですけども、まあ、当然皆さんご賛同いただいてないので、今日はなんか同時配信でですね、放映してますので、ご覧いただいている奉納者の方もですね、一緒の気持ちで参加していただければなと思います。まあ、そういう気持ちで始めたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、本日多数ご列席いただいておりますご来賓の皆様をご紹介いたします。長崎市長田上富久様、おはようございます。ありがとうございます。長崎市文化観光部長正治和夫様、本日の誠におめでとうございます。続きまして、郷士坂本家10代目坂本正弘様をご紹介する予定でございましたが、ご本人も楽しみにしていらしたのですが、本日体調不良ということでご欠席となりました。続きまして、小曽根家17代目小曽根吉郎様、育代様、長崎龍馬会会長中村淳様、本日はおめでとうございます。長崎市正福寺修復協力会世話人代表宮川正和様の代理で陳東華様、おめでとうございます。和プロジェクト大使代表宮本達彦様、おめでとうございます。和プロジェクト大使のつながりで本日お越しいただきました、日本アハマリアムスリム協会日本支部長アミース・アハマド・ナディーム様、ただいまご紹介いたしました皆様のほかにも、クラウドファンディングにご参加いただいた同志の皆様、全国龍馬会関係者、正福寺修復協力会、その他多数の皆様にご列席をいただいております。誠にありがとうございます。それでは本日ご列席いただきました
ご来賓の皆様を代表していただき、ご祝辞を頂戴したいと存じます。まずはじめに、長崎市長、田上富久様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。本日は本当に素晴らしいお天気のもとで、ここ小福寺さんに新しい坂本龍馬の銅像ができるということで、動画が広めされるということで、本当に私ここ歩いて3分とも住んでるんですけども、非常にワクワクしながら歩いてこさせていただきました。そういう会があって、いつも政治局さん、この浜戸の町のいろんな行事もすごく応援していただいているので、浜戸の町の軍事の手拭いのバスをしてきましたけど、少しそういうワクワクした気持ちでさせていただいたのは、このお像が立つということには本当に大きな、いろんな意味があると思っているからです。一つはやはり先ほど柴崎会長からお話がありました、山崎先生の思いをまた一つこうして多くの皆さんにお伝えすることができるということだと思います。山崎先生の作品は長崎市内のあちこちにありますけれども、特にその中でもやはり鐘頭公園に立っている坂本龍馬の像は、一番多くの皆さんに親しんでいただいて、そして、あの像があることでまたここを訪れた皆さん、多くの皆さんは、何らかその坂本龍馬の背中を追いかけたいというような思いを持って、行かれる方が多いわけですけれども、勇気を持って、あそこで勇気をもらって、また、自分の地元に帰っていかれる、そういう場所でもあります。その山崎先生の、作られた坂本龍馬の像が始まって、そして、会長がお話があったように、それをまたこうやって一つ形に残せるということで、それはまさしく柴崎会長をはじめこの混流する会の皆さんがその思いをバトンとして受け取って、そして形にされたということもあると思いますし、龍馬会、中村会長さんはじめそういうのをきちんと伝えていこうと思う皆さんの思いがつながったということですし、またこれからここに訪れてくれる皆さんもその思いをまた受け取って、そして広めていただける、そういう長崎で思いのリレーがこの場所からまた広がっていくということをすごく楽しみに、そういうイメージを持って喜びの気持ちで今日来させていただきました。それからやはり2つ目には坂本龍馬のさまざまな、ゆかりの場所がまた一つ増えたということでもあります。この色丸の事件のお話については後ほどお話があるということですけれども、そういったことについても多くの皆さんがまたここを訪ねてきてくださるきっかけになるのではないかな、楽しみが一つ長崎で増えたというふうになるのではないかなというふうにも思います。それからもう一つは、ここが小福寺という本当に素晴らしい場所であるということがあります。ここは長崎の中でもファンの人が実はすごく多い場所でもあって、私もサルクガイドの行ってもらうときにはここがご案内させていただく場所の一つなんですけども、本当にたくさんのここでお話をさせて、ガイドさんたちがしていただいていると思うんですけども、ここにまた一つサルクガイドのお話するお話が一つ加わったなということで、そうやってここを訪れていただいて、龍馬とのゆかりの話などを聞かれるときに、小福寺さんもまた見ていただいて、今多くの皆さんがこの収集問題について驚くと大事ですご紹介もありましたけれども、皆さんが、努力をして、このなんとか修復をという活動をしてこられました。実は今年度からですね、修復が始まりまして、今年度まず山門の方から、修復が始まることになっています。少しずつ部分的に修復をしていって、最後大御宝殿まで行くのには、おそらく全部するのには10年ぐらい時間がかかると思うんですけれども、そういった修復がようやく始まることになりました。これもまたこの小福寺の大切さ、そしてこの環境の素晴らしさも含めて、ここが好きだという皆さんの思いが形になっていって、ようやくたどり着いたわけですけれども、この場所をまた多くの皆さんがそうやって訪れていただいて、こんなにいい場所があるんだということを感じていただくという意味も、この
像の隣にあるものというふうに思います。これからまた皆さんと一緒にそんな像ができたよって今度長崎に行くときは行ってみたら、案内するよみたいな形のことが少しずつでも増えていくと、それはいろんなプラスの長崎に来てよかったという思いにつながっていくのではないかと思います。改めてそういう思いを形にしてくださった今日部会の人会長をはじめメンバーの皆さん、そしてそれに応じてさまざまなお力をお聞きいただいた皆様に、そしてからも心から感謝申し上げ、お礼申し上げて、ご挨拶に続いていただきたいと思います。本日はおめでとうございます。川部市長様、ありがとうございました。続きまして長崎龍馬会会長中村淳様、よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。ただいま紹介に預かりました長崎龍馬会の中村淳でございます。本日は本当に歓迎おめでとうございます。この本当に天気のいい素晴らしい日に、誕生日という龍馬さんの誕生日という素晴らしい日に浄土がなったこと、本当に意義があることだと思いますし、湯の浜る事件で、の脱藩の場所として勝利を得て龍馬さんに希望と光を与えたこの場所に銅像が立つということは本当に意義深いことだと思います。それから東海のシンボルであります、片頭公園に長崎、坂本龍馬の像の、弟分としてですね、立ったということで銅像、片頭の銅像も、喜んでいることだと思います。本日2時からですね、東海主催の生誕祭を片頭公園でやりますので、どうか時間を有する方はどうぞ足を運んでいただければと思います。それからですね、今本当にこのコロナ、常識が常識がなくなった、もう本当に SF 映画の中に入り込んだような、世界になりました。こういう中でこの令和2年にこの銅像ができたということはですね、やっぱりこのコロナ禍で疲れ果てた方がここに訪れて希望と勇気を与えて、いただけることを記念いたしまして、私の挨拶を変えさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。中村会長様、ありがとうございました。続きまして法科庁を訪問させていただきます。恐れ入りますが、ご住職の矢様、先方へとお願い申し上げます。今回の購入にあたりまして、クラウドファンディングにご協力いただいた皆様、全国龍馬社中の皆様など計722名の皆様から総額120万円ほどのご支援をいただきました。本当にありがとうございます。それでは聖福寺へ坂本龍馬像を購入する会より法科庁の奉納でございます。どうぞお受け取りくださいませ。ありがとうございました。さて皆様、お待たせいたしました。いよいよ坂本龍馬像除幕でございます。それではこれより除幕訪問いただきます皆様をご案内させていただきます。指名された皆様は係の者がご案内いたしますので、所定の場所へお着きください。長崎市長田上富久様、聖福寺修復協力会世話人代表宮川正勝様代理、新東海様、小曽根家17代目小曽根吉郎様、長崎龍馬会会長
中村淳様。和プロジェクト大使代表、宮本達彦様。長崎聖福寺に坂本龍馬像を建立する会会長、柴崎義弘。皆様、所定の位置に着かれましたら、どうぞ前方の方をお向きください。さて、序幕の合図ですが、私の方で3、2、1、どうぞと申し上げますので、どうぞの掛け声でリボンをお引きください。皆様、よろしければカウントダウンをご唱和ください。ご準備はよろしいでしょうか。3、2、1、どうぞ。おめでとうございます。坂本龍馬像の序幕でございます。今、見事に序幕されました。皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございました。お席の方、お席の方へお戻りくださいませ。それでは、ただいま除幕されましたこの龍馬像につきまして、龍馬像を建立する会、柴崎義弘よりご説明をさせていただきます。平成元年に、もちろん片頭の方ができまして、その後にですね、他のところに龍馬の木のところにもですね、満喫があるんですが、それが平成21年だと思うんですね、記録だって。これがですね、いつかというのはね、もうわからないんですが、わからないんですよ、これは。だけど、まあ、それ以降ですね、まあ、私ももちろん見たことがあるんですよね、一人以降だと思って、これを独画にと言ったのは、先ほど挨拶したように、先生が亡くなられる時のそのご遺言だったんで、まあ、それを外に独画に設置しようという話になりまして、この銅像はもうご覧になって分かるように、上組の姿で、片柱と同じものです。で、まあ、走る道です。で顔はですね、また近づいて見ていただければなと思いますけれども、風頭のものとはですね、やっぱり少しはなんか違うんですね。でそれはそれで、秘書からもちょっとご挨拶にありましたように、まあ、先生の思いがまた、20年以上経って取り組められたものなのかなと思っております。で、先生の言葉の中にもですね、まあ、やっぱりその歴史、思いを伝えるということが、先ほどちょっと受付のところにも先生のパンフレット置いてますけど、そこにもちょっと書かれてます。まあ、そういう思いなんだろうと思います。で、先生がよく話されたことに、岩崎君、銅像はですね、似てるかどうかじゃないんだよということは言われてます。それは印象に残っていることですね。まあ、そういう思いで見ていただければなと思います。で、もう一つなんですが、重要なものは、ちょっとここ、取りますけども、挨拶でも言いましたように、説明版を今回ですね、用意させていただきました。ここにも、まあ、書いてはいるんですけれども、まあ、小規模の話はまた中でと思ってるんですけど、簡単に説明しますと、やっぱり龍馬丸事件の談判が長崎で行われた、長崎で行われて、5月22日にですね、資料班と教育班の、まあ、重役同士の会議、重要会議がここで行われるんですね。まあ、そこで、まあ、両者の方針が決定するわけですけど、その前からですね、
龍馬さんたちが、当事者同士ですね、船に乗ってた当事者同士の、交渉も、やられるんですけれども、その記憶というのがですね、きちっと残っております。ある、まあ、池の道之助といいますけど、とか記憶残ってます。でその中にですね、その5月22日はこの聖福寺で行われたというのが記憶が残ってるんです。でそれは、だからもう記録としては史実になります。でその手前なんですけど、龍馬たちがですね、お互い同士って、当事者同士でですね、談判してた時にですね、その記述の中にですね、今日小曽根で40、50人が集まり、その小曽根っていうのはですね、ご存知の方も多いと思いますが、小曽根剣道、当時、龍馬たちを支援した、剣道の、弟のですね、米四郎の家だと思います。それは海援隊のですね、時に龍馬の手紙の中に、まあ、石郎三角にご学会になるという書いてます、あ、その後に剣道も進むんですが、まあ、どちらにしてもその小曽根というのが出てきます。でやはり、その岩盤の中 ですね、そこに集まってた、しかも 4,50 人が集まりって書いてます。これはもうまあ、想像すると思うんですけど、岩盤じゃないですね。 4,50 人集まったというのはもう状況が状況なら、これはもう自己無造というような気持ちだったんだろうと思いますね。でその、ちょっと話が長くなりましたが、支援をいただき、この岩盤の中で出てくる小曽根さん、その小曽根健三さんの、先ほど、ご紹介させていただきました17代目当主小曽根吉郎さんにですね、もうぜひその健三さんの、書というものは実はこの長崎にきっちり残っているそうです。今日国労使の、有名な新聞社の、大臣もそうだそうです。でもう僕はどうしてもそのこの龍馬事件でやっぱ関わっていた小曽根さんで、龍馬たちを支援した小曽根さんのご子孫にですね、書を書いていただきたいということで、この坂本龍馬というこの字をですねお願いしました。最初個人は与えたんですけれども、ぜひということでお願いします。でそれは有名な剣道のご質問がありますし、この字はですね、隷書という字です。後でよくご覧ください。非常にやっぱり長崎らしい、まあ、伝統にも残っているいい字です。まあ、その銅像当世からこの、大事をですね、ここで残させていただいたということも、僕は非常に大事の大きな役割だったかなと思っております。で、全体としましては、この後ろにも、そこにも書いてますように、なぜここに龍馬像が立っているのかというのをここに書かせていただきました。で、大変になりますけど、その真ん中に、手があります。あれが井の浜の、です。で、これをですね、当時長崎は天領だったので、佐賀藩とですね、交換がこう交代でずっとこの稽古をしてたんですね。で、その佐賀藩に残されたですね、まあ、資料が書いてますけど、中心という、その中にですね、その、まあ、話がずっとここを出入りする船をですね、まあ、これ趣味じゃないですね、やっぱ記録ですよね、そしてこう残しているものがあるんです。その中にあった龍馬です。これは旗とか見ても間違いないんですね。でこの龍馬が歌って出ますけど、この船自体は大津藩の船です。を借り受けて乗ってるんですね。それから、もちろん見ていただいて分かりますけど、まあ、そういうものもですね、合わせて今回知っていただく、まあ、訪れた方が先ほど知ってもらいましたけど、これプラッと来た方もこれ見てもらえれば、どうぞの言われですから、なぜここに立っているかというのがですね、分かっていただければなと思います。それももちろん皆さんからご支援いただいたお金で紹介していただきました。まあ、これをここで、まあ、交流したことで、まあ、私も二度も堂々と立てると思ってませんでしたが、まあ、山崎先生からのですね、大きな宿題をですね、ここで、まあ、果たすことができたのかなと思います。でそれはもう皆様のご支援ですね、ご協力の賜物だと思っております。なくなりますが、まあ、そういう経緯で交流させていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは本日せっかくお越しいただきました日本アハマリア物理の協会
日本支部長のアニス・アハマド・ナビム様からご祝辞頂戴したいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
とうございました。ただいま奉納いただきました記号について一言林様お願いできますでしょうか。皆さん本日はおめでとうございます。ただいま記号させていただきました、言葉新国家でございます。これは2017年に、高知県で、所長が見つかりまして、その中にこの新国家という、文言がございました。ただ、私がそれを読むときにこの新国家の国という字なんですけども、普通は旧漢字ではちょっと難しい字を書くんですけども、新しい字は玉、玉、すなわち王ですを国構えの中に書くんですが、これはどうも水のように書いてるんですね。それがどういう意味なのかちょっと私も勉強不足でわからないんですけども、この新国家、新しい国家を坂本龍馬さんは望んで、この書状がお亡くなりになる5日前に書かれたものだというふうに書かれておりました。それを今日この場で書かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きましては杉本敦彦様による演奏奉納でございます。準備が整いますまでしばらくお待ちくださいませ。演奏の準備が整いますまで杉本様についてご紹介をさせていただきます。杉本敦彦様は東京生まれ、ギタリストであり作編曲家でいらっしゃいます。高校、大学、実業団とアメリカンフットボールの選手として活躍した後、音楽活動を始められたそうでございます。本日は坂本家10代目坂本昌宏様と共に作られた龍馬の曲ドラゴンホース御用を演奏奉納いただきます。なお本日の演奏に際し長崎を中心にご活躍のドラマ古川博士様にご協力をいただきます。それでは杉本様、古川様どうぞよろしくお願い申し上げます。
Thank you.
様とお話しさせていただきます。どうもありがとうございました。龍馬とお龍を彷彿させるような素敵な演奏奉納でございました。ご本人に紹介をと思ったんですけど、実は龍馬さんとお龍さんのイメージした曲であるからというのもあるんですが、今日残念ながらお越し願えなかった坂本忠次郎さん10代目がですね、この曲の発案者と一緒に作られた曲と言っていた。先に聞いた方がよかったかもしれない。そういうイメージで作った曲だということで、坂本さんも今日来れなかったんですけども、言わせましたが、先ほど中に入っている、マップブックの中に坂本さんのメッセージが載せてありまして、まさしくその今日に向けてのお気持ちはですね、そういうことだろうと思います。で、その思いを込めた曲だ、はい、ということで、はい、だそうです。ありがとうございます。ありがとうございました。これは坂本昌宏さんが両曲とも題名を最初にいただきまして、ドラゴンホースというそのまま、それからお龍さんの方も RYO 龍という昌宏さんの命名でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで万寿山聖福寺ご住職田谷様より坂本龍馬像を建立する会へ感謝状の授与でございます。ご住職様、会長、どうぞ前方へとお進みください。茶道される方とかね、お茶とお酒とかけまして、
お酒飲みましょうって言ってました。私がちょっと習ってた、お勉強の先生もお酒言ってね、お酒の方が飲んでたんですかお手元に行き届いておりますでしょうか。それでは宮本様よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。はプロジェクト大使の宮本でございます。乾杯の温度の前に一言ご挨拶申し上げたいと思います。私がこちらの聖福寺とご縁をいただきましたのは4月3日に全国のお寺で和を持って立てしなす、あるいは世界平和という文言を諸道家の皆さんが希望するという催しを行っていながらなんですね。毎年4月3日、ここには、聖徳太子の十七条憲法が制定されている日と言われております。もう一つは9月21日、ついこの間ですけれども、この日は国連の定めた国際平和デーなんですが、その日には全国の国分神社、それから靖国神社、そして広島、そしてこちら、長崎平和公園において、やはり聖徳太子の皆様が、世界の平和という文言を書き上げました。その中で、4月3日こちらの聖福寺と声をいただいた時にですね、この聖福寺の修復事業の話とかいろいろ伺いまして、あったらこちらが坂本龍馬と縁のあるお寺ということならば、しかも井戸浜の事件ということであるならば、そのまさにだったの行われた5月22日に坂本龍馬の名言を書いたらどうだろうか、そしてマスコミの方々をお呼びすればまた盛り上がるんじゃないだろうか。一昨年の時、一昨年の5月22日、そうしましたらですね、本日寄稿いたしました、愛媛の林理央法先生がですね、坂本龍馬といえば高知でしょう、じゃあ僕はその日に高知の駅前広場で同じく坂本龍馬の名言書きましょうということで、一昨年の5月22日は、高知駅前広場と、そしてこちら聖福で同時に同じ時刻にそれぞれ坂本龍馬の名言を寄稿したんですね。本日は場所の関係上で、ね、少し小さめの紙だったんですけども、高知駅前広場ではですね、どうでしょう、6メーター7メーターぐらいですね、6メーター7メーターぐらいの大きな大きな紙に希望して、いただいたんですね。で、そんな中で、今回こちらの日本アハマディア・ムスリ協会のアリス宣教師と名古屋から来たんですけども、そのことにも一言触れたいんですけども、4月3日は全国のお寺、9月21日は全国の神社、そういう活動を私始めましてですね、日本の平和思想、和の精神を日本国民に今一度プライドと誇りを持っていただきたい、なおかつそれを世界に広げたい、そういう思いで活動を始めたわけですけれども、神社とお寺だけじゃなくて、日本国内にはユダヤ教、イスラム教、キリスト教もあるじゃないかと。ちょうどですね、今年の2月23日が、新しい天皇誕生日だったんですね。で、昨年金城陛下が即位なさるにあたってですね、世界の平和という言葉を繰り返し述められました。そこで天皇誕生日に日本国内のユダヤ教、キリスト教、イスラム教で、天皇陛下の誕生をお祝いし、なおかつ天皇の陛下のご意志である世界の平和を希望してはどうかという話になったんですね。で、それにあたってですね、一つのきっかけだったんです。私、昨年8月にパリのユダヤ教、イスラム教、キリスト教でもこのような催しを行ったんですけれども、それぞれの宗教の教えを希望しようじゃないかと。ユダヤ教とキリスト教はインターネットで調べたら大体出てくるんですね。ところがイスラム教に関してはね、インターネットで検索してもね、いい言葉がというかもうほとんど出てこないんですね。
なぜかというと、イスラム教の経典はご存知の通りコーランですけれども、あれアラビア語で書かれてあるんですが、聖書と違ってね、他の言葉に訳してはいけないっていう、そういう決まりがあるんですね。でも実際には世界中にはイスラム教徒がおりますので、インターネット上では英語だとかいろんな言葉に、まあ、もちろん日本語にも訳されてるんですけども、イスラム教だけはね、そもそも日本人でイスラム教徒の方は非常に少ないですから出てこないんですよ。そこでこれ困ったなっていうんで、同じ愛知県に、イスラム教のモスクがあるってことを調べて、それでアリーさんに、すいません、イスラムの教えを教えていただけませんか、書くのにふさわしい、いくつか教えていただいた中で、実際にパリで書いたのは、まあ、ある文言を書いたんですけども、これもいいなって思うのがね、二つほどあった。その一つがね、あなたが天国に行きたいんだったら、一番の近道は、ほにゃららすることです。さて、ここに何が入るでしょうか。あなたが天国に行きたいんだったら、一番の近道は、ほにゃららすることです。僕はそれを聞いて、そうなんだというふうに結構ね、感心いたしました。答え申し上げますと、イスラムの教えです。あなたが天国に行きたいんだったら、一番の近道はお母さんを大切にすることです、だったんですよ。僕のイスラム教に対するイメージが、へーという驚きとともに、これはたくさんの日本の方々知らないんじゃないかな、もう一つあった。まあ一言で言うとね、あなたがその国で暮らしてるんだったら、その国を愛しなさい。これもマホメントの教えなんですね。ということは、日本で暮らしていらっしゃるムスリム、イスラム教徒の方々は、この日本で暮らしている以上は、皆日本を愛そうとされてるんですよ。これを知っている日本の方々は、おそらく非常に少ないと思うんですね。これをいつか機会があったら、ぜひとも紹介したいなと思ったんです。と同時に、それがイスラムの教えであるならば、天皇陛下の誕生日、陛下の誕生をお祝いするというのは、まさにムスリムの教えにも当てるだろうと。ということで、アリスさんにこの企画を提案したんです。そしたらもちろんご快諾いただきました。で、パリでユダヤ、イスラム、キリストでも行ったので、国内でもそれやりたい。となると、あとはユダヤ教とキリスト教だと。ありがたいことに、神戸に関西ユダヤ教団というところがございまして、そこでもご承諾いただいて、そしてキリスト教が実はこちらの長崎の浦上天主堂なんですね。ですから昨日私は浦上天主堂の神父様に、この間ありがとうございましたってご挨拶に行ってきたんですね。本当はもうすぐに行きたかったんです、2月23日の後。ところがご承知の通りコロナでしたからね、ずっと行けずに行けずに行けずに、やっと昨日浦上天主堂に参って、神父さんにご挨拶して、この間ありがとうございましたと同時に、これは継続してやりたいので、来年の天皇誕生日の日でもまたご協力いただけますでしょうかって言ったら、もちろん OK いただきました。ですから、できたら来年の2月3日、天皇誕生日の日、時間はまだ決まっておりませんけれども、浦上天主堂で、初動がまだ どなたに希望していただくかは決まっておりませんが、希望いたしますので、ぜひお越しいただけたらと思うとともに、新国家、こちらに、龍馬の言葉として書かれてあるわけですけれども、坂本龍馬はあの時代、本当に本当に日本を愛されていた。でも日本を愛されていただけじゃなくて、もっと大きな視点を持っておられたと思います。あの時代はまだ藩というものがあって、徳川幕府というのがあって、でそれぞれもう藩のことしか考えてない。その時代に日本のことを考えていた。もし龍馬が今この時代に来てたら、そのスケールだったら、日本にとどまらずに世界を愛そうとしてたんじゃなかろうかと。今このコロナ禍において龍馬だったらどうするだろうかということでですね、ぜひとも皆様もそれぞれのお立場で龍馬の魂を受け継いでいただいてですね、今日除幕式にあたって新たな決意を持っていただけたらと思うんですね。一昨年私がこの正福寺で、こちら正福寺で、そのような催しをさせてもらったときに、テーマとして、作りましたのが、日本人を世界の龍馬となる。今回は
そのことも思って乾杯の音頭を取らさせていただきたいと思います。では、とばりご唱和いただけますでしょうか。よろしいでしょうか、はい、では日本人を世界の龍馬となれ、乾杯。乾杯。ありがとうございました。それでは締めくくりといたしまして、万寿さん聖福寺ご住職田谷正弘様よりご挨拶でございます。田谷様どうぞよろしくお願いを申し上げます。本日は一回のおかぶりで、感謝を申し上げます。また、来日といたしまして、田上市長はじめ、もう歴々の方々、あとは下がる思いでございます。ありがとうございました。また、技法法の、林隆吾先生、ありがとうございました。また、杉本様、福岡様、喧騒、楽しく会長いたしました。ありがとうございます。最後になりますが、どっちみたいな感じ。この大学根性のためのクラウドファンディング、ご協力いただきました同志の皆様方、全国ですね、ありがとうございます。申し上げます。山崎和邦先生の、銅像でございます。先に、もう30年になりますね。風頭に、なりまして、今立ってある風頭が、峰の名前がですね、男風頭と呼んで、物子風頭で、こちらの立山の尾根、こちらが、女風頭と呼びました。おなご風頭、この両風頭にですね、山崎和邦先生の龍馬像が立ったということは、なんとその先生の銅像が長崎の守り神になるんじゃないかと、両尾根を据えて立っておられるんですからね、こんな喜ばしいことはない。何を言うか、ね、一回のご予約をいただきまして、またこれからですね、こちらも、ダミスが言われましたように、もう来年早々から、修復事業が始まります。まだね、本当に一歩踏み始めたところで、ございますので、なかなかね、資金もなかなかでございます。まだまだ、ご支援賜りますように、よろしくお願い申し上げたいと、今後次第でご挨拶をさせていただきます。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。この歴史ある聖福寺に龍馬の足跡を残せましたこと、また今日の日を皆様と共に迎えられましたことを心より感謝申し上げます。聖福寺の龍馬像が皆様から愛される龍馬像となりますことを記念して、これにてめでたくお開きとさせていただきます。本日はご臨席を賜り誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。